ミルウォーキーバックス時代のイルヤソバエルさんイルヤソアは、トルコのプロバスケットボール選手。中央アナトリア地方、エスキシセヒル県エスキシセヒール出身。NBA のユタジャズに所属している。ポジションは、パワーフォワード。208センチメートル、107キログラム。2004年、17歳で、TBL 一部の強豪フェネルバフチユルケルにて、プロデビュー。 2005年の NBA ドラフトで2巡目36位で、ミルウォーキーバックスから指名され、2年契約を結ぶ。1年目は、D リーグのタルサ66アーズにて1年間プレー。46試合に出場し、1試合平均12.0.7.0リバウンドの成績を残す。2年目の2006から2007シーズンから NBA でプレー。その後、 スペインの名門 FC バルセロナからオファーを受けて移籍。ここで2年間プレーして活躍し、2009から10シーズンのリーガーアッコブ優勝を経験した。2009年7月、ミルウォーキーバックスと3年700万ドルの契約を結び、NBA に復帰。2012年2月19日のニュージャージーネッツ戦では29.25リバウンドを記録した。 2012年7月に4年2800万ドルの延長契約を結んだ。2015年6月11日にカロン・バトラーとのトレードでデトロイト・ピストンズへ移籍。その後2016年2月16日にトバヤス・ハリスとのトレードでオーランド・マジックに移籍。さらに2016年の NBA ドラフト開催日に、 サージ・バーカなどが絡んだトレードで、オクラホマシティ・サンダーに移籍するも、11月1日に、今度は、ジェラミ・グラントとのトレードで、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズに放出。さらに2017年2月23日には、アトランタ・ホークスに放出。同年7月12日に、ホークスとの再契約に合意した。2018年2月26日、ホークスから、ウェーブされた。 二日後の2月28日、フルスのセブンティーシクサーズと契約した。ヨーロッパ出身選手としては珍しく、インサイドでの戦いに、積極的な選手で、リーチの長さを活かして、リバウンド争いに絡んでくる。オフェンスの方は、3ポイントシュートも兼ね備えているものの、試合によって波があり、それがなかなかスターターに定着できない要因になっている。ありがとうございます。